お手元のこのパピロスのですが、この2枚目の下の段の3枚目、ここさ大体こう書いてありますけども、ところどころそれと違いますから、それを見ながら聞いてください。10年を一昔とすれば、まあこれは4昔が5つ昔ぐらい前のことになります。もう大変のことは忘れてしまって、脳みその片隅こさ、ちょっとイワシの鱗だけにこびりついて残った忘れ残りの青森の話子です。名は太陽を表すという通り、青森の新松、ここですぞ。青森の新松はここです。古くてもいつでも新しい顔があります。その日に日に新しい松並みのそごさうずまってしまった古い新町のかぎらをちょっぴりずつご紹介したいと思います。昔の悪ガキの思い出です。悪ガキって言えば和のことでさ、オラのこと、我こそは天下の悪ガキであるなんてな。その頃というのは昭和10年から20年頃だと思ってください。この津軽物産のこの場所、ここには多分高安の門屋さん、今の寺町のお寺の門前のところにありますな、と有田ドラッグという薬屋さんがあったと思います。いや、向かい側の山手には今でもある山田文化堂のメガネ屋さんとか井戸沢のガレサ屋さんがありました。その井戸沢の隣に中村というお茶屋さんがあって、店の前にでったらだほうじ茶の機械を吸い付けて、番茶ですな、いずいず中それガラ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 って回していたので、この辺の松中いっぱいほうじ茶を入れる、いい匂いが漂っていました。それからずっと行くよりの今遠いプランザってありますな、あの遠いプランザの向かい側に大東ホールズ、何も入んねえパチンコ屋があるいや入るんだかもわかんないけど、オラダバあんまり入ったことない。あそこに昔その頃ですな、活動常設館図ものがありました。主に日活系統の活動写真を掲げていました。今映画と呼んでいますけども、私たちは活動写真と呼んでいます。時々は芝居、落語、何やブスの何からブス、そういう実演がありました。落語では世界中名前の長いジュゲムの話、ジュゲムって覚えてら、ジュゲムジュゲムごこうのすりくりず、かいじゃれすぎのすぎを待つ、うらい待つ、うらい待つ、くぬるところにするところ、やぶらこうてにゃぶこうじ、パーイポーパーイポーパーイポーの中連がというあの話し子ですよ。ね。あのジュゲムの話し子とか、七色の声の七ぶすかだりの天中剣雲月、佐渡城和の新津木よにわが、それからつんぼさか霊元気のあの黒目がにかけた、なにわてあやたろう。覚えてすな。妻は夫をいたわりつつ、夫は妻に慕いつつあれですよね、それから鶴町外人の石松大さん、三十国分に江戸っ子だって、神田の生まれよ、そうだってバカは死ななきゃあれですよ、ね、まあこういうのは子供心にも全く面白くて楽しいものでしたよ。除雪館っていうのは文字通り娯楽の大殿通り、定員は800人ぐらいのところさ、1000人以上も お客を積み込んで、大入り袋を出したりしたこともたくさんあります。珍しくありません。その除雪館の入り口の新松通りに面したところにでっかい楼門がありました。去年そこの上根寺の前さできたあの楼門っていうのありますな、2階建て の金ピカの門、あれほど背が高く立派ではありませんけども、あれよりも横幅があって、
2階の正面に畳10枚分ぐらいもある大看板が掛けてある。下の方の右左にはでっただガラス板 の窓があって、ウィンドウがあって、上位本今週上位次週上位それから近日上位 の写真とかポスターがいっぱい掛けて飾ってあります。ここは間口7軒ぐらい、奥行き2軒ぐらいもあって、その2階の大看板の後ろは板付けになっていました。毎日夕方になれば活動写真が始まる前のひととき、その大看板を外して音流しずはずに一茶腰限り新松通りを見下ろしながら楽隊の演奏をしています。太鼓、笛、ラッパーでありますな。今だば楽団、昔は楽隊って言ったもんです。これがいわゆるお客寄せの陣太です。楽長はこの楼門から東側さ、こっち側さ、五軒目の桜パという楽器屋さんの土茶でした。この人は元海軍軍楽隊のフィドグズ楽長の部下で、ラッパを吹いていたそうです。背が小くて、まあ丸濃くて、こう眼鏡外したのんきな父さんだけにた感じの人でした。それからお手元の2枚目になります。純太の曲はもちろん主に美しく天然です。純太った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 、これが私たちにはこう腹さこう響いてきて、純太った純太ったとこう聞こえました。本当はあれはジンタでなくてズンタって呼ぶのが正しいのかもしれませんが、やってみますか。ズンタッタズンタッタ、ソーラネアサインズルララ、俺の恋タタタタ、ズンタッタズンタッタね。胸よりおつるわわ、秋の音はつんたった。あ、これは落ちるでなくて落つるなんです。つなんです。これ文語文でありますからね。文語体というの文章ですから、落ちるって読んだんじゃ間違いになります。時にはサーカスの歌というのもやってました。覚えでしたか。旅のつばくろ寂しかないか、ずんたったずんたった俺も寂しいサーカス暮らし、ずんたったずんたった。ジャンズもやってましたよ。私の青空って思いましたが、猪木がよく歌ちました。ずんた日暮れてわんわんわんわアドルわん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 わ、我が家の細道狭いながらも楽しい我が家、愛の光のあるところ、ずんたった、ずんたったってこうなるな。それから、忙しい曲には、オフェンバッハの天国と言うのが、じゃんじゃん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 、スカッとかやるやる。ガチャンバラブスって。チャラチャンチャラチャンチャカチャカチャチャンチャンチャラチャンチャラチャンチャラチャラチャンチャンチャカチャンチャカチャンチャカチャン。坂本龍馬はパンツまで、相手は月形龍之介、御用の蝶つんチラチラ、チャンチャンバラバラチャンバラバラチャンチャカチャンチャカチャンチャカチャンチャンチャカチャカチャカチャンチャカチャカチャカチャ、とあれですよ。そのさくらんぼのとっちゃんがある時演奏の合間に、下から見上げている私たち子供連中を見かけて声かけてくれました。この人には秋田なまりがあったんです。おい、運命だぜな。
ずんたは三拍子だと思いでおぎということです。三拍子というのが何であるかわからないまんま、その言葉だけを耳の底さとどめたまんま、私は大人になってしまいました。除雪館の楼門の下は子供たちの遊び場、たまり場であるとともに、一銭商いの露天商のいい稼ぎ場、あるいは雨宿りの場でもありました。食べておいしいべっこ焼きおめでしたが、あるいは金魚金魚金魚や金魚玄関豆風鈴やコリミンズやアイスキャンディーにコリマンジュアイスクリーン洋食焼きにおでん小豆油焼き芋ふかし油ふかし芋だな焼き芋ふかし芋わたあみとりこあみとりこのパンとりこのパンというパンもありました。ギダースダの入りそれからイガギやラオやコウモリがさ直しなど大人専門の主も寄ってきました。しかし何つったって子供たちに人気があったのは、紙芝居の飯倉円次郎さんとやっちゃあみの庄内安太郎さんでした。これ本部でしたか、あ、お金を問題です骸骨我こそは正義の味方黄金バット金のドグロ仮面アガマント腰に長剣を下げた黄金バットは怪人謎の暴れ回る大東京の空の一角にさっそうと姿を現したのであった。いっちゃんなこれが紙芝居ネタやっちゃの庄内さんはこう天然痘を患った証拠のアバターが月面のあのクレーターのような顔にいっぱい残っていました。悪ガキは残酷にもその弱点を指さしてからかったんです。やっちゃみぼうろくそあみまんいぼうろくそやっちゃはそれでも怒りも下げて小さな간장車と亀風船と雨を打って機嫌よく太鼓をただいてふいふいで器用にこう指人形を踊らせて私たちのご機嫌を取り結んでくれました。どこだかの後はアドビでいきます。よし不存のだでないけどもテレビもねあランズオもね車もそれほど走ってねえ頃の新松の子供はそれでもあんまり退屈はしませんでした。そして難所になります。毎年12月になると町のつんずつんずにはカドカドですな旧世軍の人たちが立って昼間は旗を持ち夜はアセチリンとアセチリンガスですな詐欺でラッパを吹き鳴らして社会並みの募金をしました。ドン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 とかさ野草を信ずる者はみんな救われぬドンドンプープーカプー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 カプー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 カプープーカプードンドン今放送局あたりの募金がぬくぬくと暖房の入ったビルディングの中でつぐいの後ろさに待って封筒さ入ったお金を受け取ってはい募金でございますとやってるのとはもう日立外にこう寒ざむとしたご苦労様だ風景であります。私たちは
リンゴ屋のヨッちゃんとか、スイヒロのキイちゃんとか、カミヨのディブのさ、あがり子に遊んでおりました。のカミヨのディブの妹さんは、実は、青森の商工会議所の沼田喜鈴さんの奥さんになっています。軍艦将軍、兵隊将軍、ビッタ、カンド、マーディッコ、タキキル、アヤッコ、スゴロク、アヤットル、カルッタ、トランプ、ズントル、カグリオネ、紙飛行機のガラス玉、プロマインド、ネッコ、写真、折り紙、漫画、本人、リズムに、リズム、エンニャンニャン、ナンボカンボアルバタティ、それらの中で、南女もその中の一つです。もう使い古されてしまった南女をいくつかご紹介しましょう。まず、大人用の南女です。ここもとこれに取り出しましたのは、タバコのゴールデンバット。ゴールデンバットって言えば、これもゴールデンバットですよ。金のコウモリが2すぎついています。小さくて右はね、ちょっと大きく書けばこうなります。金のコウモリが2すぎついています、ね。この2すぎのコウモリのどちらが大すぎ、どちらがメスでしょう。メスオスどっちでしょう。わかるか。オスはどちら、上だか下だか。下。オスが。オス上、メス下。上のコウモリは踏み込んがてるだ。踏み込んがてるず。はい、答えはこれです。下を押すとタバコが出ます。すなわち下が押すです。ね。いいかしら。そうしてここに、ね、英語でスイート&マイルドって書いてあります。意味は何でしょう。英語で読めばスイート&マイルド、甘くて軽い、甘くておいついというほどの意味ですが、日本語が分かるようになった頃、これはそういう意味でないということが分かりました。こう書いていますね。これ下を押すということですが、こんなんです。日本語で読めばこうなります。スートマイルド。こりゃタバコ吸うのは道具だど。これ吸いば参るから、吸ったら飽きまへん。ちゃんとここさ書いてあるんです。それでもこれが一番売りだタバコなんです。世の中の太すもんな、三角性バカバカでいるんです。ねえ、さて本番の南女に入ります。南女、曲がり角で綱引っ張りしている背高の子だーりだ。綱引っ張りしている背高の子だーりだ。これは天津バスラだのの。だべほらねが。次ね、うーさんぼうぼうはずてんてんって、これなんだ。うーさんぼうぼうはずてんてん、これなんだ。これです。寒いという字です。うーさんぼうぼうさんぼうぼうはずてんてんな。うーさんぼうぼうはずてんてん、こいだば退屈さねえもな。うん。次、ムーツケヒーヒーヒー、いっさがほいほいず、きんだものなんだ。そうです。いやー、よくわかりました。ムーツケヒーヒー、いっさがほいほいと変わらないです。ね。いっさがほいほいとと展開四つあるんです。ね。ムーツケヒーヒーですわな。黒くても白くても黒いものなんだ。ん？黒くても白くても黒いもの。なんだべな。カッツ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 。はい、どうぞ。
よ。時計。ノー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 。これ今図鑑はがちらん。これはさ、影物、影。影。影は、あ、黒くても白くても影はみんな黒いもんです。さ、次。お日様とお月様と並ぶ日はいつだ。はい、そんです。はい、お日様とお月様と並ぶ日は明日であります。あ、そうかな。みさ、そういうことですよ。次はお月様いくつ？十三七つですな。ではお日様の年は何ぼら？お日様の年。これペティン問題って言いましてね、お月様13、7つあるんで、13、7つすれば年中ですな。ところが13が7つあれば91になるんですよ。お日様の場合はお天道様だはんで、天が通あれば100だしの、天道通と立場20、うん、どっちでもいいので、年中って答えれば100だでば、ね、100って答えれば何もや人数だんですよ。ね、これピティン問題だ。次、見るときみひぎんで、見るときみひるものなんだ。これ、芝屋のさ、幕。芝屋みひるときは幕みひねる、ひこにも。ね、幕みひるときは芝屋みひねわけだねさ。芝屋のひげまぐ。さあ、その次ちょっと投げよう。花の都の町通り、誰も住まない一軒家。それでもちょいちょい人が入って、一人でなんだか喋ってる。これなんだ？ここにもありますよ。ここにも、この新町にもあるんですよ。なも花の都って、花のお江戸だけが都でねえんだ。誰も住まない一軒家です。一軒家です。何ですか？わかりましたか？あ、そうです、そうです。公衆電話のボックス。ね、目玉返す。さあ、最後の一問。頭が2つ、目が3つ。腕が1本、足6本。おっぱが1本で、刀差してるものなんだ。さあ、大変だ。さあ、それなんだ。頭2つで、目が3つ。腕が一本、足六本、おっぱい一本で刀刺してるものは何だ？怪獣と何も怪獣でねえ。お化け。分かった人にいかな。はい、では、図鑑ですから、答えます。単に殺人がマッコさんの寺ろ。ね、そうやっていろいろやってて飽きてくれば今度は喧嘩が始まります。子供だもんな。きっかけは誰かをからかって、バカにすることから始まります。どうからが飯粒持ってきて誰かの体さあるいは顔さちょっとこうくつぎりからあのままいずくべが正月もずつでくべがなんてバカにするんですな。バカにされた方はこう面白くないわけですよ。それから誰かをこうドンとお突きで倒すよりがわーいどこだかのあらガンブあらせ青きたきゃな青ずれにで青こしてきてどうもガンブはうんずくガンブというのはこの頭さ顔だの頭さでやるあの、はい、この出物でありますな。だから、いっちゃん、私はいっちゃんって呼ばれた。いっちゃん先生、よい先生。いろはのいろ、いの字も知らねえんで、あ、黒板叩いて、あはは。こういうふうにのバカにすると、もう、子供の遊びも終わりになるわけです。夕焼け小焼けで日が暮れて、まずに電気がつく頃、子供たちはそれぞれのうちさ帰っていきました。私のうちは今の遠いプランザのところにありました。今回
会の分についてご質問ご意見あるいはお叱りなどありましたらお聞かせ願います。本日はこれまで。